まあでもやるんだったらやっぱりこう光秀を返り討ちにするちょっと面白いですよね。やっぱり敵は本能寺にありっていうのは待っていたぞ光秀っていう方が面白いですよね。まあ、例えば私が本能寺に行くんだったら200人の部下じゃなくて2万人ぐらいこう接って明智光秀を返り討ちにしてしまうとかですね、そういう歴史イフがゲーム上ではできますので、返り討ち OK なんですね。そうです、こう目をつけて、祖父と大騒ぎ先生が作った作品が若き日の信長という演目があって、要はこの本能寺ですとかそういうものではなくて、その若い時の信長の葛藤を桶狭間に行くちょっと手前までをこう集約した作品を作られて、でそれがまあ祖父は大きく当たりまして、それを父が継承して、それをまあ私もさせていただいてということで、信長を歌舞伎では200回近く、はい、やっています。ドラマではその父が、テレビドラマで信長をやった折に10代だったと思うんですけど、吉報師、要は信長の前病ですよね、吉報師をやらせていただいたところから始まって、大河ドラマの柴咲コウさんの直虎でも信長をさせていただいて、 あと團十郎襲名披露のこの記念でフジテレビさんで、桶狭間というので信長を3回ですかね。そうですね、はい、やはりこのなぜ秀吉の野望でも家康の野望でもないのか、うん、信長の野望だっていうところと同じで、やっぱりこう子供の時から泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス、泣かぬなら泣かしてしまえホトトギス、泣かぬなら殺してしまえホトトギス、やっぱり一番最後響いちゃったんですね僕が。泣かぬなら殺してしまうんだっていう、やっぱりその決断の速さ、うん、やっぱりこの今の、うん、なんか必要な感覚、やっぱり3つともあるんですけど、その中でやっぱりこう殺してしまうっていうこの衝撃、なくしてしまうんだこの人はっていうのは、やっぱりこう何ですかね、計り知れないっていうか、一番やっちゃいけないところなんでしょうけど、うん、なんかこう泣かしてみしょうも魅力的でしょうし、泣くまで待つのも大したもんですけど、殺してしまうんで、ね、確かにこうインパクトがあるというか、いや本当にそう、グッときますけど、うもう小学生の頃からじゃあその言葉にちょっとおっと思っていらっしゃったってことなんですね。うん、そうですね、やっぱりその僕の場合は桶狭間に行くまでの若きの信長をよく芝居で見てましたから、やっぱりこの彼がそれをなんとなく理解して、雨が降るだろうとか、ね、この桶狭間が絶対少数でも多勢に勝てるだとか、なんとなく思ってるんじゃなくて、やっぱりちゃんと計算していながら、俺は計算なんかしてないよと、知らねえよ、こんな評定出れねえよ、寝るわみたいなところとかが、やっぱりこうなんつうんですかね、男としてのロマンというか、そういうのがやっぱり子供の時は感じたんじゃないでしょうか。そこからその役柄を通して團十郎さんにこう影響を与えたこととかもあったりするんですか。まあ、そういうところはなるべく真似したいなと思います。あ、男らしさというか、そうかっこいいですよね。なんとなく分かっていても分からなくいるっていうか、うん、キャスト様からの要望もたくさんいただきますので、それにお答えするということもあります。答えるんですか。そうですね、はい。それからもう時代時代によって新しい技術がどん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 登場して、まあ、そういう新しい技術をゲームの中に生かしていって、今までできなかったことをどんどん可能にしていくと、まあ、そういうようなことも今回主にどういうところがこう、今回はこれですね、あの出陣の場合にはスマホのゲームで位置情報を使って新しく歩きながら楽しめる。どういうふうにですか。ちょっとそこは僕も台本読んでて全然わかんないですけど、はい、まあ、歩いてきますと自分の領地がまず増えていくと。どういうことですか。自分でスマホを持って実際に歩くんです。ですよね、はい、自分の土地じゃないですよね。自分の土地は最初ないんですけども、歩くと区画、区画ごとにどん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 自分の領地が歩くことで、まあ、制覇をしていくという。あ、現場の位置ではなく、このスマホの中で。はい、スマホの中で、はい、でただスマホの中のマップといいますか、地図は実際の地図と国土地理院が作っている 地図と同じ、ここと、すごいダブルんです、ね、はい、ですから例えばここから神田明神まですぐそばですけども、はい、歩きますと、まあ、多分2区画ぐらい自分の領地が増える。で神田良神に行くと、神田良神に行きますと特別のポイントがもらえますので、でそういう特別のポイントは全国の神社仏閣、
歴史的なそういう建物がありますから、そういうところに行くとどん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 ポイントがたまっていって、はい、そうするとなんかもらえるわけです、いろいろアイテムとか、はい、そうすると自分が強くなったりとか、自分が統治する国が豊かになったりとか、うん、あるいは新しい部署をゲットできたり、まあ、例えばこう一緒に始めたとしますよね、はい、一緒にこう高校から始めて、はい、神田明神まで歩きますよね、はい、そうすると同じ区画手に入れちゃってるじゃないですか。そうです。その辺のダブリはどうなってるんですか。その辺のダブリは別々 のスマホですから、あ、それは別々の OK OK なんです。あ、OK なんです、だからそこは争わないんです。あくまでも自分の端末の中で自分が歩いたものだけが自分のものになる。そうです、ね、あ、争いがない。なるほど。あ、で争いたいところもそれはちゃんと争えるようになってはいます。え、ちなみにここで争えるんですか。ここではまだ争いません、ね、まだまだ領地持ってませんから。この中で争う。そうですね。なるほど。あとそれから、まあ、先ほどのあの菊池が申し上げたんですけど、熊本城とか、まあ、全国100名城ありますので、そのお城に行くと特別の武将がゲットできる、まあ、先ほど加藤清正がもらえるって言ってましたけど、清正もらえるんです。もらえるんです。清正もらえちゃうんです。もらえちゃう。やばいですね。いや、楽しいですよね。清正もらえる。それが楽しいところで、はい。例えば私が本能寺に行くんだったら200人の部下じゃなくて2万人ぐらいこう設定って明智光秀を返り討ちにしてしまうとかですね、そういう歴史イフがゲーム上ではできますので、返り討ち OK なんですね。そうです。そしたらその後の歴史どうやってまたそこがゴールなんですか。そうです。いや、その後はあの、まあ、その当時信長は、まあ、近畿圏から中部圏から関東の一部も全部持ってましたんで、秀吉のこの、戻ってきて秀吉と やり合うとかはあるんですか。あるかもしれませんね。それはあの歴史のイフを楽しめますので、ゲーム上ではいろんな展開が考えられます。その時の情勢によって全部違うんです、ね、全部違います。やるたびに違います。え、どこがゴールなんですか。で全部制覇。あ、ゴールは日本全国の統一が。なるほど。変化統一。本能寺を、はい、まあ、時には大体何割ぐらい占めてるんですか。大体本能寺の辺の時には大体日本の3分の1から4分の1ぐらいは持ってましたですね。そうですよね、はい、ということはゲーム上もそのぐらいの感じです。そうですね、はい、だまだまだ本能寺死ねないパターンです。そうです ね、 ね、死んだらダメってね。そうですね、まあ、そういうこともゲーム信長の野望というゲームの場合には可能であるという、で歴史譜を楽しめる。面白いですね、